おはようございます、ブヒケンです。本日は木曜日ですか。今日も朝から暑いでございますね。今日特に暑いな。くーちゃん散歩だけどなんかすげえ汗かいちゃってびちゃびちゃにT シャツも着替えました。ちょっと全然関係ない話をまた一つしたいんですけど、コンビニね、僕ん家の隣にセブンイレブンがあるもんでさ、すごい使い勝手もいいし便利だしさ、まあ、毎日のように行くんですよ、朝はコーヒー買いにとか、夕方はナッツを買いにとかね、途中でガムを買いにとか。前もさチラッと言ったことあると思うんだけどさ、健康のためダイエットのためさ、お砂糖をやめてるじゃないですか私。でもう結構こうなクリスマスぐらいか、去年のクリスマスぐらいから一切そのお砂糖というものをこう立ってるので、もともと本当は大好きなんですよ、あの甘いパンとかお菓子とかチョコレートとかさ、もう甘いものたまんなく好きなんですよ、それをちょっとね、やっぱりあの白い食べ物は体に良くないっていうのをちょっとね基本形でこうあるらしいので、まあ、そういうのを僕ちょっとこうやめてるんですけど、でお砂糖はさ結構長い間さ本当に禁断症状みたいなの出てたのよ。禁断症状っつってもああってレジに手が出ちゃうぐらいのね、買っちゃおっかなみたいなさ、だからそれもやっと乗り越えてさ、なんとかもう買わないで食べないでっていう生活がずっと続いてるんだけど、結局毎日さコンビニ行くじゃない。そのたんびにさ菓子パンの陳列棚のこう横をさ並んで、レジに並んでさ、美味しそうだなって思いながらね見てるんだけどさ、なんとか買わないで済んでるんだけど、今日さ僕が行ってるコンビニってレジが2つあるんだけど、その真ん中にさちっちゃい棚が置いてあってさ、なんかおすすめみたいのがそこに乗っかってる時とかあるんだけど、最近さ鈴カステラとかさ、あのこのくらいのちっちゃい2切れぐらい入ったカステラとかあるじゃん、そういうのが置いてあるのよ。またさそれがさたまらなく、あれ美味しいんだよね。俺も大好きでさよく食べてたの、すごい食べてたの鈴カステラなんか、あとあのカステラなんかも、もうさそれがさ置いてあってさ、結構長い間なんかそこにずっとあんのよ、置いてあんのよ、で売れてんのよねよくね。で今日の朝もさ鈴カステラがさこうあの袋に入ったやつこういう置いてあってさ、いやもうなーと思ってさ、僕は我慢してコーヒーを2本買っただけですけどね、っていうねどうでもいいお話からね、本日もね、54シェビーちゃんの作業を頑張って、進めていきたいと思います。皆様最後までご視聴よろしくお願いいたします。できましたら高評価グッドボタンね、まだの方はチャンネル登録もしちゃってくださいね。はい、そうしたら将来すごくいいことが起きるかもしれません。はい。まあそんな感じで頑張っていきます。よっこらしょ、あ腰いっても朝から、はい、ゴムコーティングを済ましたネックの部分です。完璧ですね、ゴムですよ。当たり前か、当たり前か。ちょっと取ります。はい、こんな感じになりましたと。いいじゃん。では装着するんですけど、装着の前にあの釣りバンドあるじゃん、釣りバンド、よいしょ、ちょっと待ってチクッと取ってくるから待ってて。はい、これですね、これもね汚れてうっすらサビが浮いてるので、あとこの2枚も使います。でこっちのボルトも使う。で他にもつなげる準備ね、これあの新しい燃料のラインになるところ、まあ多分この径の方だと思う、こっちだと細いよな、まあちょっとその辺のね細かいところをいろいろやっていかなければならないので、まずちょっと汚れ落として、サビを軽く落として、こいつも転換剤塗っておきましょう。はい、サビと泥汚れを落としました。 100% 落とせんけどね、根が深いのもあるから。
でもインナー側はいい感じでツルピタにしてあげたねえ、やっぱね、この根が深いサビとかがなかったら転換剤もいらないかなとか思ってたんだけど、やっぱ発生してるので、やっぱ一応転換させてその上から黒く塗りましょう。うん、こういうのもね、新品が、あ、どこだっけ、あそこに転がってるけど、こういうの、こういうの、あの売ってるんで、まあブチンって切れたりはしないと思うけどね、こんなんね、あんまりそういうの見たことねえしな、切れてんの。うん、まあそんな感じで、ちょっとね、これはまだ十分使えると思うので、あのとりあえず綺麗にして、錆止めと色を入れてくっつけるっていう感じですね。こっちも引っぺらして、で、あの向こう方の片側が止まる部分は僕がもう丸々作り替えたので、あのそっちはそっちでボルトもちょっと交換させてもらいますけど、こっちはね、これをちょっと再利用しようかなって思ってる。うん、はい、吊るし塗りをしときましたあ、もう反応がすごい始まってますね。ではこれはちょっと乾燥を待ってて、その間によいしょ、ちょっと昨日下回り塗り残しの部分を今見つけたので、よいしょ、ちょっと塗っていきます。チクーッとチクーッと、はい、この上側とこの辺ちょっと塗り残してたので、こっち側も塗っとき、豆腐屋さんが来たぞ塗れるだけ塗っときました。ちょっとよし、ちょっと残ったのでどっか他も塗っとこう。はい、錆止め乾いたので足付けして普通の黒い塗料を入れときました。あっちもちょっとこれで乾くまで待ちます。さて、いい感じに乾いたのでやっぱ暑いとすぐ乾くなちょっとね、タンクつけちゃいましょうね。一応ね、この下側、この補強の下側とこっち側は黒く塗ってあるので、タンクを吊り下げてこの位置が決まったらフロアとくっつけます、こことここで。うん、で この辺でも、あのここをこういう風にフロア貼るんですけど、そしたらこの辺もくっつけます。これ現物合わせでこの位置をちょっと見たいんで、そんで位置合わせてまたタンク外してやるとまた位置ずれちゃうんですよ。ほんなもんね、なるべくちょっと正確にいきたいので先につけます。ちょっと潜っていきますね。くっちゃんどいて、まず時間早いよ。くっちゃん、うん、くっちゃまーん、はい、上側からボルトを入れて下でこういくように作ってありますので、よし、でこれはこっちがちょっと止めちゃいますね。はい、着きました。ちょっとね、左右のフレとこのフレがまるっきり中央に来させられないんですよ。うん、若干の違いがいろいろ出るけど、まあここの距離で合わせました。ここの距離で、それも若干違うけどね。よし、でここでちょっとね、タンクを吊り下げるという感じになるね。こことさ、そこでさ、あのこの下の溝ね、合わないんだよね、向こうの距離と。そこで止まってたはずなのにまあでも固定できればいいにはいいんだけどさ、これでもう行くしかないね。今ちょっとね、結構微調整を繰り返したんですけど、ここにももう当たっちゃうもんでね、こっちにも。なるべく水平に水平になんて思ってたけど、そうもいかないから、この辺でいいにしてもらおうかなっていう感じですねよし、では、これでこいつが、ああそうだ、落ちてっちゃうんだけど、ここにこうはめられるので、まあほら、なるべく出ないようになりましたねもうこれ以下はちょっと無理なんで、もうこのぐらいの距離で勘弁してくださいって感じですよね。実際にこの辺までちょっと作んなきゃなんないので、で蓋がこうね、開いてガソリンが入れられるっていう形になります。なかなかね
ちょっとね、汗だくなんで休憩していいですか。暑い。あー、すいません、今くーちゃん散歩に出ました。くーちゃんいい。もう、はぁ、とりあえずあれでタンクの位置が決まったので、次はこいつです。燃料、これがね、もともとタンクにくっついてたやつで、途中から切ったんですけど、こいつをそのまま使いまして、形を作って、でここにちょっと折り返しを作って、これとこれなくてもいいかな、まあ、ちょっとね、いろいろねやっていきますね。こいつもお掃除します。5時になっちゃったよ。よし、これも泥か。これはなんだ。これはなんだ、なんかついてる。ちょっと泥とサビですか。はい、落とせるだけ落としました。落とせるだけ。ではちょっとこの先っぽをね、加工していきます。はい、久しぶりの登場、フレアーお作りくんです。ちょっと待って、その前にちょっと長さ見ていきますね。はい、あそこからつながりまして、タンクの後ろね、後ろ側につながりまして、ここに来るわけです。あ、ちょうどいいぐらいの長さか。でこっから先がフレームを昇和して、なんだっけ、ゴムのホースでここへつながります。でつながったら、ここフレームへ固定になります。矢倉のここを通しますね。ここを、わかりますか。ホースが、まあどこでもいいんだけどさ。ではちょっとうまくここをひん曲げて、ざっとこういう感じになるようにちょっとしときますね。ちょっと待って。はい、こんな感じ、こんな感じで曲げまして、ここにピッてつくようにする。でここはまっすぐに伸ばして、ここをちょっ、ここはまっすぐへ伸ばして、フレアの加工をして、ちょっとちょっとこっちへ向ける。よし。規格、サイズの規格がアメリカと日本でやはり違う。これはほら、アメリカ製品でしょう。で、いつもは、ここ皿全部作っちゃうんで、これでも合うんですけど、あとまあ、大体ブレーキの配管とか作るんですけどね。ちょっとね、これだともう作れなかったんで、今こっちのね、ただフレアにするやつだけ。でやったんだけど、わかる？わかる？割れちゃうのよ。パイプのあれがね、ちょっともう脆くなってまして、ちょっともう一回その部分切断して、これだと本当はね、まあ要するに別にやらなくてもいいんですよ。ホース刺してこうギュってね、やれれば漏れなく。でもさ、やっぱこういう引っ掛けをちょっと作ってあげないとね、返しを。でいつもはこうダブルフレアでやるんですよ。でもそれができないから、単なるシングルのフレア、ただフレアにするだけでやるんだけど、割れちゃいやがる。ちょっとその部分もう一回切って、もう一回ちょっとねやってみますね。こう炙んなきゃダメかな。ちょっとやってみます。もう一回チャレンジしてみます。なんとか炙らないでやりたい。なぜかというと、本体側に取り付いてる方もこれをやらなきゃならないから、本体側は炙りたくないよ。ゆっくりやるか。今んとこ割れてない。もう気持ちいきたい。もう気持ちいきたい。
雨か、降ってきたな。ちょっとね、本降りになる前にベランダの大葉を収穫してきますよ、あとね。今日ちょっと夜ざるそばだから薬味で欲しいのよ、大葉が。お、行ったかな、いいな。均一に行ってない。よし。割れた。ダメだ。